ライン川沿いに立つ猫城。写真中央奥に切り立っている岩はローレライ。周辺の地図、紫のラインで囲まれた範囲が、世界遺産ライン渓谷中流上部の範囲。しっかり猫城が含まれている猫城は、ドイツ連邦ラインラントプファルツ州、ザンクト・ゴアールスハウゼンの、ライン川上流沿いにある城。西ドイツ政府から、日本人男性が、ホテルにする目的で購入し修復したが、 世界遺産のライン警告中流上部に含まれたことで、とんざした。規制により、カーテンをつけたりはできない。一般公開はされていないが、2016年7月28日に、NHK 総合テレビジョンで放送された、ところさん。大変ですよで、所有者が取材を受け内部を公開している。猫城はその名の通り、猫という意味があるが、その理由として二つのことが挙げられる。 一つ目は、この城を建てた人物が猫のような顔をしていたということ。二つ目は、城の一部が猫に似ていたということである。また、城を建てたカッツェン・エルン・ボーゲンのビルヘルム二世の名前にちなんでいるという説もある。ドイツ語での発音は、ブルクカッツ。カッツェン・エルン・ボーゲン伯爵ビルヘルム二世により、1360年から1371年頃に建設された。 1356年に建設していた鳥居あア大死郷のマウス城に対抗するために建設された。反対側にはラインフェルス城があり、共に川の通行量をとっていた。1479年にカッツェンイエルンボーゲン家が断絶した。その結果、この周辺の城と共にヘッセンカッセル砲白寮とヘッセンダルムシュタット砲白寮との間で争奪戦が行われた。 1626年と1647年には包囲され一部破壊された。またそして対抗するように補強も行われた。1692年にルイ14世の征服によってラインフェルス城の包囲中に城が破壊された。7年戦争では1758年にフランス人に征服され、1763年に戻った。1806年に ナポレオン・ボナパルトに首都が破壊された。1896年までそのままだったが、購入者が修復を開始し、1998年に完了した。ありがとうございます。